まだ私不思議なんですよ。疑問に思ってることがあるんですよね。なんでロシアはこの時期に戦争を吹っかけたのか、ウクライナに。まあいろいろまあ言われてますよ。言われてますよ。例えば、はい、皆様、ファミリークライです。今日はですね、まず料理。これグリーンカレーですね。タイのグリーンカレー。なんですけどもね、カレーのルーが異常に多くなっちゃって、ご飯がもう埋没してますね。いや、でもとても美味しそうです。まあ、あとは、まあ、大体グリーンカレーは鶏肉ですからね。鶏肉、この、ね、鶏肉で作ったこのグリーンカレー。これを、まあ、何袋かに分けて、冷凍庫で保存してるんですね。で、冷凍庫に保存して、それを解凍して食べるんですけども、このグリーンカレーに使った鶏肉っていうのは、前にも話したと思うんですけども、劣化しないんですよね。美味しいまま保存できるんですよ。鶏臭さが出ないんですよね。一旦、冷凍して、それで解凍して、それで食べたとしても。なんでね、鶏の匂いがちょっと気になるんだったら、冷凍して解凍すると。そういう方は、ぜひグリーンカレー作って、まあ、冷凍庫に作り置きしてみてはいかがでしょうかね。なかなか美味しいです。ちょっと食べてみましょうか。ものすごい量だな、これ。はい。でですね、今日はですね、久しぶりにロシア・ウクライナ戦争についてのお話ししたいと思います。もう先週ぐらいから、まあ、隣国ですね。隣国のフィンランドとスウェーデンが NATO に入るんじゃないかと、NATO 入りするんじゃないかというふうなことを言われてました。でですね、フィンランド、そしてスウェーデン、とうとう決めたみたいです。で、これはですね、まあ、時事通信の記事なんですけどね、15日ですか。今日は5月17日火曜日なんでね、2日目の夜の記事なんですけども、ちょっと読んでいきますね。フィンランド政府は15日、NATO 北大西洋条約機構に加盟を申請する方針を正式に決めた。ロシアのウクライナ侵攻を受け、相変わらず戦争って言ってませんね。戦争ですよ、これ。軍事的中立の立場を転換する歴史的決断を下した。北欧のもう一つの中立国、スウェーデンの与党も、同国の NATO 加盟支持を証明。両国 NATO に加われば、地域の、地政学上の地図が塗り替わり、欧州は安全保障上の重大な転機を迎えると、まあ書いてありますね。次読んでいきます。フィンランドのニーニスト大統領とマリン首相がヘルシンキで記者会見し発表したと。両氏は先に連名で加盟支持を宣言しており、政府の特別委員会がこれに合意して最終決定となった。大統領は会見で、歴史的な日だ。新しい時代が始まる。と表明。16日に行われる、議会審議を得て、申請手続きに入る運びだが、議数の大多数が賛成に回るのは確実な情勢だと。首相は申請までまだプロセスが残るが、議会は決意と責任感を持って、この歴史的決断を議論すると信じると、と述べた。で、スウェーデンも15日、与党の、社会民主労働党が加盟支持を発表ということなんですけども、ですね、これは一昨日の話ですね。じゃあ直近の話どうなってるのか。これ NHK のウェブ版で載ってます。今日ですね、今日の朝配信されたばっかりの記事なんですけどもね、読んでいきます。ロシアによるウクライナへの侵攻を受け、北欧のスウェーデンは NATO への加盟を申請することを決定しましたということです。もう決定したんですね。もう決定したということです。臨時の閣議を開いて、ロシアによるウクライナの軍事侵攻によって、安全保障の環境は根本的に変わり、安全を守るには NATO への加盟が最善の道だとして、加盟を申請することを決めましたということです。でも、すでにもうフィンランドは、もう加盟決定、加盟申請を決定してるんで、その上でフィンランドと共に加盟申請を行うことについては、スウェーデンが加盟しなければ、ロシア側の都合に合わせて行動するよう迫られるだろう。フィンランドは加盟が実現するまでの難しい期間をスウェーデンと共に行動することが賢明だと、述べ、加盟申請の動きにロシアが反発を強めていることを念頭に、
両国が今後足並みを揃えて対応していく必要性を強調したということです。うん、まあとりあえずもうこの両国申請するんでしょうね。NATO 入るよ、うん。でですね、まあこの動きなんですけども、まあロシア、まあ一方的にウクライナに攻め込んでいった。で、そういうふうな中で、この両国の隣国ですよね。隣国。例えば今言ったようにフィンランド、まあスウェーデン。で、あとまあモルドバ、あとジョージア。ここら辺では NATO に入ってないんですよ。NATO には入ってない。だから、まあ、ある種、まあ、ロシアと NATO もその、干渉地帯だったんですね。ところが、私、今年のその、この戦争が始まった後に、まあ、出した動画の中で言ったんですけども、この調子だと、ロシアに脅威を覚えて隣国が、NATO にガン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 加盟するよと。そうすると、ロシア干渉国失うよと。もう、まんま、目の前に NATO がガーンと来ることになる。それでもいいのかな。というふうな動画がありました。まさに今、それが起きようとします。フィンランドとスウェーデン、これ NATO に入ったらとても大きいですからね。ウクライナは、まあ、NATO にまあ入ってないんで、アメリカは、まあ、ウクライナには、まあ、表向き、まあ、支援しないと。表向き、そんな支援しない。まあ、軍人を送らないと、うん。兵隊を送らないよというふうなこと言ってましたけどね。ただ、この NATO に加盟するとなると、まあ、NATO もこれ、投入しなきゃいけませんよ。ロシア攻めてきたら。ということで、まあ、きな臭さ、結構あるんですよね。きな臭さっていうか、悪い意味っていうか、そういうわけじゃなくて、もう本当に、第三次世界大戦の一歩手前ぐらいまで行くんじゃないかっていう感じもあります。ただね、この NATO 入りには、例えばスウェーデン国内でも意見割れてるんですよね。デモが起こったりとか。あと、ロシアが難色を、ロシアじゃなくて、トルコが難色を示してます。クルド人関係のその、まあ、政策で、ちょっとこの国、フィンランドとね、スウェーデン、信用できないなみたいなことを、まあ、トルコの大統領、言ってますからね。うん。で、もうこれ、トルコが、まあ、賛成するのか反対するのか、まあ、今週は結構、大きな動きあると思うんですよね。うん。と、まあ、そういうことなんですけども、まだ私、不思議なんですよ。疑問に思ってることがあるんですよね。なんでロシアはこの時期に戦争を吹っかけたのか、ウクライナに。まあいろいろまあ言われてますよ。例えば、ウクライナが NATO にすり寄ったから、それをまあ、寸断するためとか。うん。まあそういうふうなまあいろいろなまあ思惑はあるんでしょう。ただ、現状見てると、ロシアは多分、短期決戦だと思ったんですよね。ところが、ウクライナ大前線してると。まあ、NATO をはじめ、まあ、ロシア、アメリカとか、イギリスとかからガンガン支援来てますからね。うん、なんでね、まあ、ロシアとしても大誤算だっただろうし、それでもなんでこの時期に戦争、もうちょっとね、国力つけてからやっても、やった方が、ロシアにとっては良かったんじゃないかなと思うんですよね。でもまあ、ロシア、もうこれ以上国力、まあ、軍事力ですね。軍事力、まあ、つけられないって、プーチンさん思ったのか。あるいは、プーチンさん今、病気説がありますよね。病気で、もう、いつ死ぬかわからないと。だからもう、早く侵攻したかったんだと。いう説もあります。あと、アメリカの事情もありますよね。アメリカ中間選挙ありますから。それに合わせて、まあ、民主党に勝たせたいがゆえに、まあ、早めに、ロシア戦争を吹っかけるような仕掛け、アメリカ作ったんじゃないか。というふうなことも言われてます。うん。でも、どれもこれもしっくりこないんですよね。プーチンさんが負けるの分かってて、戦争するとはちょっと思えないんですよ。まあ、ウクライナ敵に回すってことは、まあ、NATO 敵に回すと、2アイコールですからね。いくら NATO に入ってないとか言っても。なんでね、ちょっとここら辺私不思議ですよね。まあ、ロシア側しか分かんないですね。ロシアの人しか分かんないですね。てか、まあ、プーチンさんはじめ、ロシアのその、まあ、上層部ぐらいしか分からないですよね。なんでぞ、こんな戦争を吹っかけたのか。単純ではないと思うんですよ、ことは。と、まあね、そういうふうなことを勘ぐりながら、まあ、今まで情勢を見てきました。おそらく、ロシアの敗北、ちょっと見えてきましたね。最初やった時は多分ウクライナ多分ダメだろうな、ロシアの手に落ちるかなと思ったけども、今のところはそうではなさそうですよね。だから今後もね、
先立ての動画でも言いましたけども、アメリカでのその NATO を小出しで出すんですよ。小出しで支援するんですよ。じゃなくて、いきなり、例えば、戦車占領とか、そういうふうなことできなかったのか。まあそうすると多分、ロシアが核兵器使うんじゃないかっていうふうに思ったから、まあ小出しに出してきたのかもしれませんけどもね。うん。ただ、いずれにしろ、どんどん戦況が大きくなってきました。もう、縮小、全然見えません。まあ、これからどうなるのか。まあ、我々はね、まあ、日本なんでね、日本人なんで、日本国民なんで、まあ、正直、ロシアはウクライナ、遠いですよ。ウクライナは遠いですよ。なんでね、まあ、傍観するのもいいかもしれませんけどもね。ただ、何回も言いますけども、中国の動きが、ちょっと、気持ち悪いんですよね。なんでね、まあ、ロシア勝つ、負ける、まあ、どちらにしても、その次の中国どういうふうな動きをするかっていうことを我々日本人は徹底的に考えなきゃいけませんよね。もうね、日本の上層部も、もうね、財務省みたいに戦車よりもジャベリンを増やした方がいいんじゃないかというふうな、そういった亡国チックなことを言ってる、まあ、世界最低レベルの経済政策立案集団の、そんな真似をするんじゃなくて、そいつらの言うこと聞くんじゃなくて、独自にどのようにしたら日本の国益にかなうような軍事戦略取れるのかっていうふうなことをもう考えた方がいいです。考えた方がいいです。まあ、ロシア推しの人もいるし、ウクライナ推しの人も日本にはいます。もうね、正直、ただやっぱり喧嘩ふっかけてきた方が悪いっすよ、これは。ロシアがやっぱり、悪いっていうのも、早く、一刻も早く身を引くのがベストだと思います。なんでね、それができないでドロドロ行くんであれば、ロシアももうただじゃ済まなくなってきてると。どんどんもうこれで NATO がまあ介入していって、それでまあ国際資金資本の思うつぼに、プーチンさんはまってしまう可能性十分ありますからね。そうなると今度は中国、さっきも言いましたけどね、中国どう動くかっていうのを我々注視しなければいけません。とまあそういうことでね、まあ、今週中に多分大きな動きがあると思うんですよね。本当に加盟できるのかどうかとか、で NATO 加盟して今度はモルドバとジョージアですね、この2つの国の動きどうなるか、ちょっとねここ注目して我々見ていきましょう。とまあそういうことでね、明日ちょっと話変わりますけども GDP 発表されますからね、あそこはまあ明日コテンピシャンに、また、緊縮財政は悪く、その34ぐらいやっていきたいと思いますけどね。まあちょうどいいぐらいにカレーも冷めてきたんで、まあ食べるとして今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス、アスタマヤナ。